どっこい翔平初のファンイベントを開催します。日程は5月7日無料でやらせていただきます。会場はここ四ツ谷ホールです。興味ある方は概要欄をチェックしてみてください。ここ埋めたいんで皆さんご協力お願いします。どっこいさんだぞ。今日はなんと3時半ですけど、どうしたんですかこんな朝。今日はあれですね、また2部っすね。ラントっていうなんか可愛らしいナイキンじゃないですか。そうですね、なんか大学生ですよね。この春からトップダンディ2部のナイキンとして就職するこの密着ということで、まあ、今日はどういう風に1日過ごしてんのか見てこうみたいな感じですね。あ、どうしてる皆さん、絶対来ないでください。絶対来ない。なんかダメです、ダメです。怖いか怖いか。おはようございます。おはようございます。何人部屋？僕は2人で、今1人しかですよ。普通ベッドから2段ベッドなんで2人で。荷物すごいっすよ。ちょっと上がるかもしれない。あ、全然いいっすよ。だって、何これ、洗顔？はい、洗顔とかです。ヒゲ剃りとか。箸を打たんの？ちょっとどうやって食べたか見して。もう普通にこの上に座って、こんな感じで。食べてんの？はい。これは何？これはなんか一応飾りみたいなじゃないの？普通に捨て忘れです。ゴミ袋に入れてないんだ。ゴミ袋に入れてないです。リビングがないっていうのあるんで。リビングがあってもみんなで使うからめっちゃ汚いよ。まあそうですね。じゃあ早速なんですけど、ランツさん普通の大学生でしたよね。はい、大学生でした。一浪してるんで24になる年です。出身都内でしたっけ？小学校が歩いて200メートルぐらいなんですけど、新宿、そこの出身です。そうなの？はい。新宿生まれって都会マウント取ってきてます。でもなんかその割には顔が田舎すぎます。よく言われます。ここは内勤さん用の寮なんですか？いや、そんなことないです。プレイヤーの方もいるんですか？はい。では全員保護プレイヤーです。僕一人内勤です。普通の一人暮らしはちょっとやっぱ高いんですか？高いですね、やっぱり。気になるここのお家賃は。合計で24万円なんですけど、一人当たりだから3万円ぐらい。今後は一人暮らししていきたい感じですか？寮。まあそうですね。もうちょっと頑張って。内勤で頑張るって給料上がるんですか？店売りが上がるとパーセンテージもらえるみたいな感じですね。給料いくら？先月とか18万とかですかね。その18万は家賃引かれた額なんですか？あ、そうです。じゃあそんな悪くないですよね。悪くないですよ。はい。なんでそんな歯乾いとるん？いやもう今ちょっと緊張してます。そんちょっと部屋見して。ここの部屋共有スペース。ここだけ？はい、ここだけです。ここがシャワールームになってます。清潔感ありますね。ギリのギリって感じです。出勤5時だよね。はい、出勤一応5時ですね。起きるのは何時なの？今日は3時ちょい過ぎぐらいに。ここにいてもなんかやることないんですよ。そうですね、やることないんで、もう寝るか動画見て。何の動画見るんですか？どっこいさんの動画見てます。英語動画見て見てる。いや、さすがにここに来てからは全然見てないですよ。見てるって顔しかしてない。確かに顔してますもん。大学4年生の時就活失敗して今のとこ行こうってなったって聞いたんですけど。まあそうですね、まあ失敗もしましたけど、どっこいさんの動画見てホストのこういうナイキの仕事もやってみたいなと思って。ホストではなくナイキな理由は？自分がホストになれる自信がないっていうのも、自分の見た目とか、まあ、総合的に話です。じゃあ今具体的にどういう仕事してるんですか、内勤で？ウェイター業務だったり、ドリンク出したり、掃除したりってことですね。あ、そうですね、そのテーブルの片付けだったり、ホールを周り見て、どこにヘルプを回そうかっていう仕事だったり、どこ来店されたらいらっしゃいませって言って、席に通したりすることです。4月からは給料良くなるんですか？変わんないですね。あ、変わんないですね。はい。20何万かける12ヶ月で年収300いかないぐらいって考えるとちょい少ないですよね。大卒で他の人の方がもらえますよね。かもしれないですね。でもこっち来たんですね。お金とかで決めてなかったんで、普通に自分の仕事に合ってるなっていうのを探ってきました。よく喋るな。ありがとうございます。よく喋るこれですね。ありがとうございます。今のお仕事転職だと思ってるんで。髪とかどこで切ってるんですか？一応美容院とか昨日も行ってきて。昨日美容院行ったの？はい。てか僕髪切ったのなんで気づかないんですか？ひどいっすね。え？切ったんすか？歯ブラシ全部同じっすけど間違いないんですか？確かに。やめてるんすか？水でやるの？あ、もう水でパパーっていきましょう。何が変わった？別にそんなに、はい、もう確かに行きましょう行きましょう。何？こういう時間の生活リズムでさ、はい、気狂ったりしないの？いや、初めの方は本当慣れるの時間かかって、内勤のお仕事ではないんですけど、ヘルプの席とか使わせていただいて、お酒もらった時にヘルプなんとかつくの？いや、そうですね、幹部の方に呼ばれて席についたりするんですけど、その時のお酒もらって女の子がって5万とか10万払ってなんとかつくの？地獄やろ。お酒め
かけるがいるの？いや、かけないです地獄やん。かけないです2部しかも、ちゃんとその担当の方と使わせていただいてお酒飲むんですけど、僕めちゃめちゃお酒弱いんで、うん、本当にすぐ赤くなっちゃうんですよ。お前さ、練習してきた？練習してないです。こんな喋って喋り大好きなんで。あ、そうなの？すいません、乗れますか？あ、歌舞伎町まで。内勤で一番大変だと思うことなんですか？ボール見て、人を動かすのが一番大変です。あそこ見つけるの大変だよね。電話とかするの、ね、本当に見つかなかったら電話ですね。送り行っちゃって帰ってこないみたいな時もあるんで。たまにさ、裏から出てコンビニとか行ってるばかりよね。勝手に。いや、さすがにですけど、トイレにちょっとこもっちゃう子とかいるんで。ホストの内容は何が楽しいんですか？お客さんとコミュニケーションを取ってるのが一番楽しいですね。でもさっきからそれが楽しそうみたいな感じですけど、一番なんかそれ楽しそう。いやそういう女の子と喋るのが一番楽しいみたいな。だいぶむっつりっすね。だいぶそうっすよ。お客様は綺麗な人多いっすもんね。そうですねそうですよ。ありがとうございました。こうやって開けるんすね。厳重っすねこれ。このパネルとかも内勤さんが切り替えるんですか？1部と2部で画像みたいな。鳥がない。ヤノさん、しっかりしてください。いや、申し訳ないです、マジで。恥ずかしい。取りたくなったわ。マジで鍵なくして一番管理能力的にヤバいっすよ。ありました。気持ち悪い。ヤバいっす。お得だったんだろ、相当。全然お得じゃないっす。おはようございます。はい、これで出勤です。おはようございます。どういうこと？テーブルセット A タク誰もやってない？なんで無視するんや、みんな。何あったんすか？誰も掃除してなくて、周りの用意が何にもできなかったんですけど、僕の誰も言うことを聞いてくれなかったっていうことです。 OK です。今は開店前の準備ですね。エントランス業務用の紙です。お客様来たら、まあ、挨拶して、雨の日だったら傘を預かったりとか、マスクを預かったりとか、いろいろ。お疲れ様です。おはようございます。少々お待ちください。かえで、はい、かける、はいる、まお。いらっしゃいませー。こちらです。アンケートの方を行っております。そうですね、じゃあ好みのタイプより丸つけていきます。ここはちょっと人が多くて。あ、そうなんですか。はい、すいませんでした。これ大丈夫ですか？これ何すか、スマホ。これ今タイマーですね。初回のお客様の今ついてる人のタイマーです。タイマーミスって時間ミスったとかないんですか？今は卓数が少ないんでそんなにないですけど。次に。いいよ、申請来てないから。あと2分後お願いします。あ、すいません、ちょっと。すいません、失礼します。アラム、ちょっとここ多いから抜けよう。どこ？ちょっと一回抜けてほしい。その多い、多すぎて。今探すか、面白い。俺来た時は鬼だったよ。ごめん。いないっすね、トイレに。階段かもしれないです。え、リュウルさんマジどこっすか？いない。リュウルさん見当たんないっすね。電話します。はい、今ちょっといなくなっちゃった。電話かけてるんですけど、出ないっすね。いないっすね、やばいっすね。どうしよう。あ、いた。いました、いました、いました、よかったです。一体どこに？すいません、じゃあ上までお願いします。じゃあ、リュウさん行きましょう。あ、大丈夫なの？お疲れ様です。ちょっとなんか姿勢が空気って。すいません。顎を引いて、はい、できる男をちゃんとね、見せつけないと。堂々としてかっこよく言ってくれないと。了解です。はい、かっこよく歩いてくれ。かっこよく鏡見た方がいいよね。かっこよく見られてるっていう意識をしっかり持たないと。はい、作法とか礼儀作法とか、はい、歩き方もそうだけど、ノットの部分が太いんだよ、いつも。自分太めが好きなんで。ダメダメダメ。なんか新卒のさ、大学生みたいな、イケメンたちを束ねるやっぱり内勤者っていうのはね、はい、ナビゲーターっていうのはイケメンたちに尊敬されなきゃダメだから、見た目もかっこよくなきゃダメです。はい、はい、シャキッと、シャキッと、かっこよく、はい、はい、笑顔で、はい、頑張ります。はい、頑張ります。ラスさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今もう締め作業中ですか？締め作業中です。おー、はい、お疲れ様。終わった？お疲れ様です。お疲れ様です。頑張ったな、今日。どうどう、もう始めて今2ヶ月ぐらいじゃん。はい、自分的にはまだまだだなと思って、
全然仕事ももらえてない状況なんで、まあ、もっとこれから頑張らないといけないなって思います。かけるどんな感じ、かけると仲良しじゃん。大丈夫あいつ。いや、めちゃめちゃ助かってます。助かってる。はい、酔ってるとあんな感じなんですけど、言ってない状況だと最後までしっかり補充も出してくれて、チャンパン開けとかもかけるできるんですよ。あ、そうなの。はい、なんでもうすごく助かってます。ラントの今後の目標みたいな、お店持ってるぐらいには最後なれたら店長みたいな感じで。そうですね、最後みたいな、はい、最後はなれたら。なんだろう。いや、全然ですよ。結構覚えないんだよね。そうですね、本当にこれから覚えていかないといけないなっていうのがあるんです。マジで。いや、真面目じゃないと。あ、どうなんですかね、それ。いや、真面目だ。何ですか。真面目だと面白くないです。いや、面白いだろ。いや、面白くなるように目立てるよ、頑張って。いや、目立てなくてない、金は。頑張ってね。頑張ります。よし、ありがとうございました。よし、ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日もさよなら。かけ直けんの。